40分のうちの35分近くは自分たちのバスケットができていて、自分たちのやりたいバスケットだったりやるべき強度でできてたと思うんですけど、やはりああいう強豪チーム相手には40分間どれだけ徹底して本当に1秒たりとも無駄にできないというかリラックスできないプレーが大事だなというふうに感じた試合ですし、そこが本当大きな反省点かなと思います。あの質問ある方は挙手で、御社名と名前いただければと思います。はい、2-4-1の今川です。今日お疲れ様でした。プレシーズンに引き続きスターティングメンバーとして井原選手を出られたと思うんですけど、その時の気持ちだったり意気込みもあったのか教えてください。やるべきことは決まっていて、マイクさんからも、ディフェンスだったり体を張るところを求められていると思うので、特にスタートで出させてもらっている以上そういった、強度っていうのを、試合の立ち上がりでどれだけアグレッシブにやるかで、それ以降の強度っていうのは大体決まってくるんじゃないかなというふうに思っているので、そこは、本当にすごく意識してプレーしています。はい、井原選手、先ほどの言葉で残り5分っていう部分があったと思うんですけど、はい、その残り5分もっとこう頑張るためにはどういう部分が必要だと感じますか？そうですね、残り5分っていうよりは40分のうちの35分ができてたということで、その5分っていうのは、まちまちでトータルすると5分の、部分もあると思いますし、なんていうんですかね、やっぱり、うまく守れている時とか向こうが、お互いスコアができていない時間帯に、少しでもなんていうんですかね、リラックスするというか部分があると、そこで一気に向こうに流れが持っていかれたっていう印象があるので、その時間帯に自分もプレーはしていたので、本当に向こうのポイントガードだったりコブス選手に、ちょっと気持ちよくプレーさせてしまった時間があったので、そこは本当に大きな反省点だなと思います。ございます。今日の試合の初感をお願いします。はい、まずまあ、伝統あるアルバルク東京さんとの開幕戦をまずこのホワイトリングで迎えられることはとても嬉しいことでしたし、やっぱり再3ピリまでこうああいうリードしている段階で、4ピリ本当にアルバルク東京さんの強さを本当に今までのその何ですかね、決めるべきところを決めるってであったり、本当に勝負どころをこう知ってるチームの底力っていうのを本当に見せつけられた、試合だったかと思うんですけど、それでもやっぱ今日試合を通してもちろん勝つチャンスはありましたし、マイケルコーチが、もう常日頃から言い続けてるこう40分間やり続けることの大事さをこうやって、開幕戦にしっかり反省できたっていうのはこれからに向けていい材料だと思いますし、だからこそやっぱ明日、どれだけチーム全体でどういう気持ちを持って臨めるかはが、すごい大事かなとは思いました。はい、以上です。はい、質問ある方は途中で、本当にお名前をお願いします。2-4-1の今川です。今日はお疲れ様でした。そのインタビューでも以前出させていただいたんですけど、ザック選手との凱旋試合ということで、はい、率直な気持ち、マッチアップもしちゃったんですけど、はい、どういうお気持ちでしたか？そうですね、この B1 に上がって、2シーズンアルバルク東京さんとやってたんですけど、そこまでこうマッチアップする機会がなかったのが正直な感想で、で、本当に今シーズン初めてこうしっかりとマッチアップしたので、もちろん楽しみではあったんですけど、やっぱりコートに入ればそういう感情は捨てて本当に、バチバチやり合わなきゃいけないっていう気持ちには切り替えてたので、でもそれでもやっぱ、こういうホワイトリングの舞台でマッチアップできたっていうのはすごい嬉しかったです。ザック選手との試合前はいろいろやり取りされていたんですけど、はい、試合中も何かやり取りはありまし
いや、そこまでやり取りする暇もなかったですけど、まあ、試合前にはちょっとこう、まあ、結構話してる時もこう、このホワイトリングの雰囲気をすごい懐かしく思ってくれていましたし、あとザクさんのご両親も今日会場に来てたと思って、ちょっとまあ手を振りながらっていう感じで、あとはまあちょっと近況報告みたいなことを、まあ、そこで話はしました。はい、お疲れ様です。試合前にザクさんとお話しされていて、結構こういろんな人に手を振ってたシーンがあったと思うんですけど、はい、どういった方に手を振ってたんですか？そうですね、あと、まあ今回まあ、ウォリアーズで僕とザックさんが在籍していた、ミニバスまずと、明日ですね、明日は中学の、生徒さんたちを招待しまして、まあ、それはこれウォリアーズと会社が働きかけてくれてやってくれたんですけど、まずそこにまあ、挨拶っていうか、ザックさんもちょっと話を聞いてたみたいでちょっとびっくりはしてましたけど、であとはさっきも言ったんですけども、ザックさんのご両親が来てたというのもあって、僕自身も久々に会ったので、でご両親も気づいてくれて手を振ってくれたので、それをこう振り返したっていう感じですかね。はい、後半ザクさんとマッチアップした時に、はい、ターンアラウンドシュート決められて、はい、結構こう悔しそうな表情されてたんですけど、はい、あれどういったこう思いというか。いやー、マジで悔しかったですね、本当に。でもやっぱなんですかね、まあ、高校大学とこう練習でもマッチアップしてきましたし、本当になんか久々にポストプレーみたいなっていうのが第一印象で、ちょっとこう昔にフラッシュバックしたっていうか、けどやっぱまあ勝負してるものとしてはやっぱ止めたかったですし、やっぱあそこ決められたっていうのはすごい悔しいので、まあ明日どっかのタイミングでやり返すチャンスがあれば、やり返したいと思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、まずは、本当に素晴らしい、雰囲気、会場の雰囲気の、ファーストゲームでした。まあ、いつも40分40分言ってるんですけど、今日本当に、いいプレーを、力強いプレーを30分35分できたと思うんですけど、やっぱり4クォーター最後まで力強く遂行、力強くプレー、最後の 50-50 ボール、まあ、シュートパーセンテージが今日みたいに、まあ、両チームですけど、最初の試合ということもあるのか、まあ、両チームパーセンテージは決して高くなかった中で、勝つチャンスがあったところ、やっぱり、最後はその、力強さが少しずつ減ったところが、オフェンスにもディフェンスにも出たかなと思いますけど、でもなので、まあ、選手たちも、まあ、もちろん僕自身もみんな、今とても悔しい気持ちですけど、今シーズンのこのチームの、結局40分やらないとっていう話には戻るかもしれないですけど、いくつものシーンで今シーズンのこのチームのタフさっていうものを見れたシーンもたくさんあったので、これから先この長いシーズン戦っていく中で希望もたくさん持てるような姿もチームの姿も見れたというふうに思います。まあ、とにかく明日40分相手もいろんな修正はしてくるでしょうし、我々も修正しなきゃいけない部分もありますし、また新しいゲームになりますけど、とにかく力強くディフェンス、リバウンド、遂行、フィニッシュ40分やっていけるように、明日勝てるように、今シーズン初の勝ちゲームになるように、はい、切り替えてやっていきたいと思います。以上です。質問ある方挙手で。スーフォーマンの山です。本日はお疲れ様でした。2点失礼します。まず1点目で
生原選手がプレシーズンに引き続きスターティングメンバーで出たと思うんですけど、熊谷選手ではなく生原選手をスターティングメンバーに起用したという部分をまず教えてください。まあ、正直どちらがスタートでも、はい、素晴らしい仕事をしてくれると思います。なのでそこはいい選択肢といういい問題というか、どちらも、その役割ではいけると思いますけど、まあ、マッチアップもありますし、今回のマッチアップは、コブズ選手ですと、やっぱりシューの方がいいマッチアップっていうのもありますし、ラインナップの、いろんなバランスっていうものもあるので、誰と出たら、ディフェンスのマッチアップがどうなる、オフェンスの、そのラインナップで、やっていくこと、じゃあこっちのコンビネーションの方がいいとかいろいろあるので、まあ、具体的に話すと長くなりますけど、どっちかが、悪いとかそういうのは全くなくて、もう本当に2人とも素晴らしいので、はい、でも、そういう理由は、いくつかあります。シーズンを通してこのままでいく可能性もありますし、全然マッチアップによって変わることもあるかもしれません。はい、2点目失礼します。今日は会場に駆けつけたファンが3889名のことでした。そのブーサーに向けて一言お願いします。あ、そうですね、多分一昨日くらいまではまだ自分が聞いてた話では3000人まだ行ってなかったので3800人入ったんですね。いや本当に素晴らしい雰囲気で、まあ、なおさら勝利をお届けできなかったのが、本当に悔しいです。まあ、3800人ということであればきっと初めてのお客さんもいるのかかなと思うので、ぜひこれからも、まあ、もう一度見に行きたいと思ってくれたらなと思っていますので、また明日もそして今シーズン引き続き応援に来てくださったら、嬉しく思いますので、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。アルバルクから勝利こそならなかったですけど、昨シーズンまでの展開と比べるとこうかなり信州がリードしていっていうのがなかったと思うんですけど、さすがにコーチから見て昨シーズンまでよりこう成長した点とか収穫であったりとかそういった部分があれば教えてください。まあ、昨シーズンのアルバルクとの対戦をやっぱり振り返るとディフェンス面ですね、まあ、今は遂行力という部分はまだまだこれからの部分が多いので、相手が外したとしても入ったとしても我々のディフェンスを遂行するという部分では、まあ、まだまだなんですけど、その、まあ、例えば先ほどの質問と被るんですけど、シューが入っててもコーが入ってても本当に前から激しく当たってチーム全体のディフェンスのエナジーが素晴らしくてっていうのは去年結構簡単にピックアンドロールでアルバルクさんにはやられていたので、そこは少し違いを感じたところはあります。そうですね、まずは一番はそういうところですかね。でも結局は、はい、40分アルバルクさんだけじゃなくて強豪相手に過去にもいいゲームをしたことは何度もあるんですけど、最後にやっぱり勝ち切ることを、はい、できるようになっていかないとと思っています。はい、ありがとうございます。そうですね、残りの5分まではやっぱり自分たちがやりたいバスケットができていましたし、まあ、3ポイントが入らない中でも我慢し続けてタフにプレーしたんですけど、やっぱり残りの5分でアルバルクさんの方がエナジーが上回ってしまって、まあ、自分たちが最後リバウンドとかに関しても取れきれなかった負けたっていう試合だったかなと思います。もうある方挙手でお願いします。テフォーワンの動画です。本日はお疲れ様でした。本日はサーティングメンバーじゃなくてベンチから試合に出るということで、それを意識した部分そうですね、まあプレシーズンから
まあ、全試合でずっとベンチスタートだってで去年の終盤からもずっとベンチスタートなので、まあ、コーチのいろいろな意図っていうのはあると思うんですけど、やっぱり自分としてはスタートで出てもベンチからスタートしてもその流れを変えるってことが自分の役割だと思いますし、まあ、それはオフェンスであってもディフェンスであってもそうだと思うので、まあ、本当に流れを変えるっていうのを意識して今日は試合に臨みました。今日の4クォーターでちょっと最後失速してしまったっていう要因というところでいうと、川瀬選手はどういうふうに考えてますか？そうですね、まあ、自分としては、まあ、その1分40秒ぐらいあたりで出たんですけど、まあ、もう少し早くからプレーしたいっていう気持ちは正直ありましたし、まあ、その中でもレオがしっかりポイントを取ってくれてたので、まあ、ゲームには全然問題はなかったですし、その、まあ、最後のその1分40秒あたりで、まあ、うちが、コールしたプレーを、ディナイされて、まあ、欲しいところでまずボールをもらえないで、その中で時間をかけられて自分が、多分助手に、無理やりボールをもらいに行ったところでもう残り6秒とかで田中大輝選手と1対1っていう場面があったんですけど、まあ、やっぱり向こうのディナイとかディフェンスのプレッシャーに対してこっちが欲しいところでボールをもらっていないっていうことはもう自分たちがやりたいバスケットではない、その中でやっぱり打ちたくないタフショットを打たされたり、まあ、そしたらやっぱりディフェンスリバウンドで走られるっていう展開がもう2ポゼーションぐらい連続で続いたので、まあ、本当に要因としてはやっぱり欲しいところでボールをもらってないですし、ピックアンドロールを使いたい場所で使わせてもらってないっていうところが今回の4クォーターの要因かなとは自分は思います。やっぱそのアルバルク東京のこう自力というか強さっていうのが出たっていうところだったんですか？そうですね、まあ逆に女子はシュートを打たせて生きてくる選手なわけで、まあ、その中でやっぱり彼に不得意なところでやっぱり仕事をさせてしまったっていうのも自分たちの責任ですし、まあ、前半やっぱり女子とマックさんとウィンさんが頑張ってくれて点差だったので、まあ、やっぱり彼ら3人も絶対疲れは見えてましたし、その中でやっぱりアルバルクのその層の厚さっていうのは感じました。ありがとうございます。お疲れ様です。お願いします。今日会場に駆けつけてくださった方たちが4000人に近い3889人ということで、岡田選手の鋭いドライブの時に大きな歓声が上がったと思います。そのブースターに向けてまたこれからシーズン始まるんですけど、一言お願いします。はい、今シーズンからタオルも振り回してもらったり、まあ、自分としてもモチベーションが上がる今日は試合でしたし、その中でやっぱり接戦っていう中で勝ちきれなかったっていうことはやっぱり応援しに来てくれたファンの皆さんにやっぱりがっかりさせてしまった部分であるので、本当に明日は勝ちたいですし、まあ、自分がドライブ行った時に大きな声援をくれたっていうのは自分も感じてましたし、まあ、その声援に応えられるように今シーズンやっていきたいなと思います。ありがとうございます。まず今日の、試合振り返ってI think we didn't, I mean, we came out, you know, strong. Playing our game, playing strong, playing together. And kind of let go of the rope in the fourth quarter. And wind up losing the game, a close game. Got to limit our mistakes, our turnovers, allowing offensive rebounds, defensive execution, and fix those problems and come back tomorrow and try to get a win. 試合振り返ってみて、まあ、試合の入りっていうのは本当にこう強くプレーできてたと思いますし、まあ、試合の入りで、まあ、こう自分たちの、まあ、持ってきたい展開だったりとか、まあ、自分たちのこうやりたいプレーっていうのが、できてたんですけど、まあ、本当に4クォーターで最後やっぱり差が生まれたかなっていうのは、やっぱりあって、まあ、こういうままで、まあ、落として昨シーズンでもそうですけど落としてきたような
惜しい試合での最後の4クォーターの悪い癖というか悪い部分がまたこう出てしまってそのループにはまってしまったというか、そんな印象があったかなというふうに思います。まあ、もちろん今日の試合の中でもミスの数っていうのをもっと減らさなきゃいけないっていうのもありますし、まあ、あのオフェンスリバウンドを簡単に相手に取らせさせないだったりとか、あの自分たちのやりたいディフェンスの部分でのエクスキューション遂行力っていうところはもっと高めないといけないかなっていうふうに思うので、そこの、まあ、今日まあ自分たちが犯したミスっていうところから学んで明日切り替えてまた戦っていければいいかなっていうふうに思います。はい、じゃあどう質問あったか。241の今川です。本日はお疲れ様でした。得点も22得点、そしてリバウンドも多くの数取って、さらにルーズボールでも体を張っていたというのがすごい今日の印象的な部分で、開幕戦に向けての思いというものは何かありましたか？Mindset was to come in and try to execute everything we worked on in training camp. And do that for 40 minutes, and we didn't do that throughout the whole game. So my mindset just to come in and try to execute everything we did in training camp leading up to the opening game. あの開幕戦ということもあったので、まあこう試合に向けてのこう準備だったりっていうのはもう本当にこう自分たちがトレーニングキャンプでやってきたことであったりとか、あのこの試合この開幕戦に負けて準備してきたことをとにかく遂行しなきゃいけないっていうマインドセットが、あったかなっていうふうに思います。で、まあ、こう事実的にそれが40分間できなかったっていうところで、差が生まれましたけど、まあ、試合に臨んでた気持ちっていうのはもうとにかく40分間やってきたことを準備したことを遂行しなきゃいけないっていう考えで、臨んでました。I think they played well. I think they picked up on our system pretty well and came out and did their best. So I think they did pretty good. あの2人とも、パフォーマンスの部分に関しては良、かったかなというふうに、思います。こうだんだんこう自分たちのやっている、バスケットのスタイルであったりとか、システムという部分にも、理解が深まってきている部分はあったと思うので、どっちも本当にベストは尽くしてプレーしていたと思うので、運営的に見ても、パフォーマンスは良かったんじゃないかなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。